はい、ではインド大反乱です、この1500年代16世紀それから17世紀18世紀19世紀日本で言えばですね、戦国時代からちょうど幕末を迎える時期ですね。でそういった時期のインドというのはムガル帝国という帝国が支配をしていたと。ただインド広いのでいきなり全てを支配をしていたということができたわけではなくて、この時期にね、1526年この時期にイランの方からアフガニスタン経由で侵入してきたイスラム教徒の集団、これがインドを徐々に北から南へと統治をしていくというこういう流れであったわけですよ。イスラム教徒ですね。でムガルという名前はどうもモンゴルというふうに彼らは捉えてたらしくて、自分たちはモンゴル、あの大モンゴル帝国の末裔であるという意識を強く持っていたようです。実際には全然違って、むしろトルコ系とかね、そっちの方らしいですけれども、前世紀はまあこの頃ですか、1648年あの江戸幕府が、成立をして少しした頃、江戸幕府が1603年なん で大阪の夏の陣が1615年ですから、まあ、ちょうどね、その頃で中国だと清が中国を統治する支配するというその時期ですね。でこのイギリスのインド支配というこうありますけれどもね、1600年になるとイギリスではこの東インド会社というのが設立をされる。でここですね、このカルカッタ、今日コルカッタと言いますけれども、ここにですね、あのイギリスの国営の貿易会社東インド会社というのがね設立をされるんですよ。1600年といえばこれは日本で言えば関ヶ原の合戦ですけど、この時はもう見てもらえば分かりますけれども、この感じでこうムガル帝国が全盛期にかけてこうぐっとこう右肩上がりでいく時期なので、あまりあのイギリスのインド支配といってもこの時代では現実味があるわけではありません。でむしろ、これから直後にね、イギリスはオランダとの間で貿易の戦争に敗れていくので、で前もちょっと話しましたけど、鎖国の時代に、日本で鎖国と言われてた時代に、オランダが日本のヨーロッパで唯一の交易相手であったんですよね。長崎で出島というところで、でなぜオランダかというと、でインドネシアの方にオランダは拠点を持っていたんだけども、イギリスも実はそちらの方で香辛料貿易をしたかった。で香辛料、スパイスね、これむしろこのインドネシアの方が豊かなんですよ。インドはねさほどでもない。でそこの貿易戦争で負けてしまうのね、非常に残虐な事件もあって、アンボイな事件というのがありますけれども、結局イギリスはこのインドに後退をしたということになる。でこの直後ですけどね、あの本格的にオランダに敗れるのは、まあでも結果的にはそれがもう大当たりという。でその後イギリスはこのチェンナイ、マドラスですね、南インド、それからこの西の方のボンベイ、今日ムンバイといいますけれども、でこういった町に拠点を作っていって、それがまあ大体このムガル帝国の最盛期と一致すると。でこのタージマハルとか、ね、世界で最も美しい建物と言われたりしますけれども、実際に見てみるとそうなのかなという気もする。まあ見事な建物ですよ。そしてこれ実はお墓なんです。第5代皇帝のシャージャハンという人が、もう大好きだった奥さんのムムタズ・マハールが亡くなったのを悲しんで、建てたと。もう巨額のお金を作ってね、イランの方からも職人も大理石も取り寄せて、ところがそれでね、この人財政を傾けてしまうんですね。そしてその息子のオーラングゼーブという6代皇帝ですけれども、と捕まってこの脇のアグラ城というところに幽閉をされて、悲しみながら死んでいくという、ね、このオーラングゼーブというのは、ね、なかなかこのあれですよ、強気な人で、このデカン高原をこう越えてですね、ムガル帝国の最大半島領土を獲得するんですよ ね、ね、だからこれが全盛期じゃないか、そうじゃない、だいたいこの領土最大ということはそれから衰退するということですから。でね、最初の時間にも言いましたけれども、少数のイスラム教徒が多数のヒンドゥー教徒を支配しているという、いくら折り合いが悪いからといっても何度も折り合いをつけないとこのムガル帝国はインドを支配できない。だから第3代皇帝あたりから第5代皇帝までそのことに心を砕いてきたんだけれども、このオーラングゼーブというのは非常にイスラム教一辺倒で他のものは許さないと。でこの辺り、
ね、一貫してるんですよ。だからね、至るところで、この辺はもうイスラム教徒いない、ヒンドゥー教徒だけですから、至るところでね、大変な反感を買うのね。そういうことになってくるんです ね、だからこのね、マイソール戦争とかね、マラータ戦争とかね、そういったあの殿様集団とのこういざこざも起き、そして北の方ではこのシーク戦争、マイソール戦争ね、カルナータカ戦争とかシーク戦争という、でこういうあのシーク戦争ってのはこれね、シークってのはこれを殿様連合というよりもシーク教っていうイスラム教とヒンドゥー教を足して2で割ったような剣持って舞うような宗教なんですけれども、こうグワッとこうターバンを巻きましてね、でそういったところでムガル帝国は力をなくしていくと、その隙間を縫うようにしてイギリスがこのインド全体からの徴税権、税金を取る権利をですね、こう至るところでその殿様連合とナーラーでやりながら、あるいは戦いながら獲得をしていくと。するとね、イギリスだけいいことしてんじゃねえよってんで、フランスが登場してくると。フランスがね、このカルカッタに対してはシャンデルナゴール、マドラス、まあチェンナイね、チェンナイに対してはポンディシェリといったような拠点を作って、イギリスの支配、支配といったもね、商業的な利益なんです、権益なんですけれども、それを脅かそうとするんです。ついにそれが衝突したのが1757年ですね。このプラッシーというところで激突をするということになる。でこのプラシーの戦いというんだけれども、ここで、ね、イギリスは最初めちゃくちゃ苦戦するんですけれどもね、この時にこのクライブっていう将軍が初めてスパイ、インド人の傭兵、つまりインド人のまあ雇われ部隊ね、これを組織してフランスに勝ちると。で結局フランスはインドからは撤退をし、イギリスの優位が確定をしたという重要な戦いです。1757年といったらね、ちょうど徳川吉宗の享保の改革とかね、そういったのの後ですね、後のことですね。でイギリスはインド各地の徴税権、ディワニーと言いますけども、これを獲得してですね、まあインド人はイギリス人に税金を取られているという、そういうことになっている。そしてインドの免許を崩壊させたって、これはまたひどい話です。イギリスはね、産業革命が進行していきますけれども、産業革命が進行すると大量生産をしますから、それをどこに売らないといけないです。でイギリス国内で履けないから、インドや中国に売ろうとするんですが、インドいらないと言われる例によってのいらないんですよ、ね、この辺がね、インドや中国の特徴で、まあ、弱みにもなってしまうんですけれどもね、インドにはね、インドキャラコっていう見事な手織物があって、手工業の織物があって、これはイギリスの貴婦人も欲しがるといったような見事なものなんです。だけどこれをね、あるから売れない、いらないと、そんな雑把なもの、大雑把なものだって、それをね、徹底的に崩壊させる、白骨の山を築くようにして、この東インド会社が、崩壊させていくと。東インド会社っていうのはね、これ貿易会社なんだけど、国営の、その中にいるのは国王からお墨付きを得た特権商人だから、特権商人だから他のものがね、商売したらこれダメなんで、重罪重罰に添えられますから、儲かるんですよ。でそして産業革命がほぼ完成したこの頃になると、その新しく生まれてきたこの産業資本家、工場経営者ですね、でこれはね、この特権商人ではないので、東インド会社の存在がとにかく煙たくなってくる。あいつ、国王がエコひいきするから俺たちが儲からんじゃないかという話で、それでね、そういう要望に応えて東インド会社は貿易業務を完全停止するって、もう貿易会社が貿易業務を停止して何をするんだって、純然たるインド統治機関だった。だからこういうね、軍隊を、インド人雇って軍隊作って、それでインド人支配するっていう、これがね、メインの仕事になるんですよ。インド人当然面白くないです。この流れを見てみれば。その中で、このシパーヒーと呼ばれた傭兵部隊が大反乱を起こすということになってきます。ね、インド大反乱。これ1857年。プラシーの戦いから、ちょうど100年後。いつ頃かというと、ペリーの来航が嫌でござんす、ペリーさんですから、その直後です、ね、日本が開国をしたというちょうどその頃、第一独立戦争とも言いますけれども、昔はね、教科書でもシパーヒーの乱とか、そのもっともやセポイの乱なんて言ってたんだけれども、今言いません。なぜかというと、初っ端はこのシパーヒーの反乱で起きたんだけれども、これが一気に北インド全土に広がっていく。でこれね、物事を過小評価してしまうことになるんです。
でどっちかというと支配者がよくやる小さくせようとしてね、この場合イギリスねがやることでね、もうこういう言い方をしてください。インド大反乱もしくは第一独立戦争、きっかけはね、まあ、シパヒだったんだけれども、ふるさとのアウドというところがイギリスに併合されようとしているという噂が流れたとか、鉄砲の薬法、この当時の鉄砲は弾と火薬が別々で、火薬は火薬で皮袋に入っててね、それをこう湿らないように栓がしてあるんですよ、ろうや油で。でそれをこう口で噛み切って使うんですけど、で豚や牛の油が使われたと、いろんな噂がある。でこれは起こる。イスラム教徒は豚タブーです。ヒンドゥー教徒牛は神聖なものです。私たちに宗教上の罪を犯させたというので彼らは怒ったのだという話がある。ただエピソードで大事なことは、こうずっとこの流れでもインド人の我慢が限界達してたと、ね、もうイギリスを叩き出してやるということになるという、まあ日本で言ったら尊王攘夷みたいなものとかね、ちょっと似てる。でその戦いですけれども、イギリスは本国からとうとう軍隊を派遣をして、そしてムガル帝国は滅亡する。ただしこれにはね、本国が軍隊を派遣したっていうのはどういうことかというと、これはイギリスの東インド会社がこの反乱を抑えることができなかったということです。それぐらい大きな反乱だ。そして有名な話ではね、ジャンシーというところの城主殿様がこの戦いで亡くなった時に、奥さんの王妃のね、ラクシュミバーイというのが、私は絶対に夫の意思を継いでこの城を開け出さないというのでかかり戦ったと。でその中で東インド会社の将軍もね、命を落としていくんですね。で結局これ殺されてしまいますけれども、でそれに対してもイギリスは東インド会社みたいなものでは役に立たんというので、本国から本格的な軍隊を派遣をしていくということになったということです。で結果としてはインド統治法というのを制定をして、インドはイギリスの直轄領になってしまうと、ね、もう直接、まあ、植民地になってしまう。だからもうここの時点で東インド会社は廃止、ね、間接的にですね、直接も統治をすると。でここからね、インドはイギリスにとってのドル箱、金のなる木ということになっていきます。そして1877年にはイギリス領インド帝国として皇帝がビクトリア女王、要するにイギリス国王のビクトリア女王がインドの皇帝を兼ねると、インド帝国の皇帝を兼ねると。ヨーロッパでこういうのよくあるんですよ、いろんなところのね、国王だったり皇帝だったりするっていう、なんとか公とかいう殿様だったりっていうのね。でこれはね、それを風刺した絵ですよ。首相のディズレイリがですね、インドのタージマハールの形をした王冠をビクトリア女王に授けているという、ちゃんと自分のイギリスの王冠も手に持っているっていうね。でここでもう一つ大きな事件なんだけれども、1869年にはスエズ運河が開通しますね。ちょっと前あれですよ、日本船籍の船が横たわってね、暗礁座礁して塞いでしまった、そこですよ。でこれはフランス人技師のレセプスがエジプトのパシャの許可、パシャってのはエジプト の、 オスマン帝国の、まあ、どういうのかな、知事みたいなことで、まあ、実質的な支配者なんですけど、もうエジプトはもう独立状態ですから、許可を得てね、エジプトとフランスの共同通して建設。これはフランス、レセプスがフランス人のエジプトとの共同出資で建設をした。だからエジプトとフランスが、もともとエジプトがこれを保有していた。でこれ後で述べますけれども、もう大動脈でね、ヨーロッパとアジアをつなぐ。でところが1875年にはエジプトが財政危機に陥ってよ。でその時にイギリスのこのディズレーリっていう首相がね、もうイギリスという国を担保に入れてもいいと言って、そのスエズ運河の株式を買収してしまうんですよ。つまりスエズ運河株式会社はこれイギリスのものになるということで、イギリスはここでもね、大動脈を、経済の大動脈を握っていく。さて、このスエズ運河の位置を確認をしておきましょう。スエズ運河はここにあります。つまり、こちらが地中海、こちらが黄海、そしてこちらがインド洋海、もうここだね。ね。で、ここをこう切り開いて、地中海とインド洋をつないだ。それ以前はこう回るかと思いがちですけれども、このルートね、当時はもう今でもね、1週間違うって言われてますけど、ここ通るのとここ回るのじゃ、当時はね、そんなもんじゃないですよ。で、この輸送期間が短くなるっていうのは、経済のとってはね、非常に大きいんです。この往復期間が短くなるっていうのは、それだけ回転が速くなるってことですから。
で、このルートを放棄するというふうに言いがちですが、実はこのルートは大航海時代に開かれて以後すぐに放棄、実質的に放棄された。あのね、あまりにも遠くてね、危険でね、厄介なんですよ、このルートは。しかもこっち出てから長い、呼吸ができない、ね、だからここには一旦ね、港町ができてオランダ人やなんかが住み着くんだけれども、放棄されてね、オランダ人の町がそのまま残ったりするんです。オランダ人の町が国みたいな、もう国レベル、ね、で、どうしてたかっていうと、ここでアレクサンドリアというナイル川の河口の町で一旦陸を上げるして、ラクダのキャラバンでエッチラオッチラと運び、この赤羽港というところでもう一遍、荷積みすると。そしてインドへ、そしてアジアへ、インドネシアへという高ルートだったんですね。ところが今度これが通れば一気に船で行きますから、ね、ラクダなんかと船じゃ輸送能力はもう段違い。だからこれはこの当時のヨーロッパの経済にとっての大イベントなんですよ。それをイギリスが確保したということでね、ますますイギリスは世界最大の帝国へと。で、実は19世紀から20世紀に移る時点、1900年時点では世界で最も面積の大きな国はどこかと言われればロシアではない。ロシアは第2位、イギリスなんですよ。そして第3位がフランスと。で、こういうね、今日の常識からいくとちょっと想像のできない状態になっていたんですけれども、その植民、イギリスの植民地をつぶさに見ていくと、このスエズ運河が開通したことによってそれがつながっていくということです。これはそのスエズ運河を渡っているアメリカの原子力空母ですけれどもね、これ300メートルの長さです、この甲板は。だから流行のグランドのようなものがこの運河を渡っていく、そういう規模の水路なのだということを押さえておいてですね、こここそが、ね、経済の大動脈の一部でね、ここをめぐってはこれからもさまざまな事件が起きてくるということを、覚えておいてください。以上です。